はい、ありがとうございます。では皆さん、お時間になりましたのでスタートしたいと思います。では本日1本目の番組、リムリムヘルス TV です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言い方、なんで私がいる言い方そう、皆さんおなじみの横にいますのはマキさんでございます。なぜこの時間に。そうなんですよ、初めてですね、こんな時間にいらっしゃるのね。サボリーなんかあったんですか。なんかあったからいるんじゃないのよちょっとぼやいてもいい、いいかな。じゃあちょっと ぼやけ時間ちょっとちょっと短縮で、ね、じゃあですよ、うちうちの話で申し訳ないんですけどね、火曜日チーム、焼津 TV の火曜日チームのメッセンジャーを見た方はね、ちょっとピンとくるかもしれないんですがね、リムリムがですね、来月の、まあ、とある日にちょっと都合で番組ができないよっていう文章を送ってきますみたいでしょ。あれの文章が8月6日からの番組ができない。え、降板するの、リムリム。思ったよね。だからで指折り、え、そうするとあとリムリム何回なんだ。え、今日最後じゃん。なるほど、ね、と思って私は慌てて今日リムリムに電話をしまし、電話とか連絡をしまして、うん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 、ちょっと話そうよ。何があったの。そうと思って、私は今日は会社にですね、あの、申し訳ない、今日は腰が痛いので3時で帰らせてくれと。ごめんなさい、ちょっと会社の人見てるかもしれないんで、あと私怒られちゃうかもしれないんですが、まあしょうがないですよ。そのぐらい大事なことだったね。大事なこと、いや嬉しいですね、そう言ってもらえてね。で、来たらね、会ってみたらなんかケロッとしてるからケロッとしてあれみたいな。いや、足湯にね、先ほどね、いらっしゃってて、日本語の難しさね、難しいとこですね。本当ですよ、皆さん日本は正しく伝えるようにね、もう分かりやすく拍子抜けしてましたね絵に描いたように、ね、そう、絵に描いたように先ほど焼津駅の前の足湯に、うん、はい、使ってたんですけど、はい、で、マキさんがところでとどうしちゃったの。え、もうクイコでやめちゃうのみたいな、いきなり話で、うん、なんでですかっていう話をしてて、で、メール見たら、まあ、そんなような文章だったと ね、え、違う、まあ、違うって感じでしたね。まあ、良かったですよなんで私ちょっと会社に戻りたい気分なんですけどねまあとりあえずせっかくだからここに座れというわけで、あの、座らさせていただいております。ね、いや、でも何がね、あの、いい方、はい、あの、嬉しいのはやっぱそれでわざとお時間取って来ていただいたってことがね、自分は本当嬉しかったですね。本当にありがたき幸せでございます。とんでもございません。本当にね、いいですよ、もう私ので足湯でって言って話そうって言ったら、マキさん足湯入ってないし、そうな、今日ストッキングで、ね、もう破いて入れと言われてるでも、まあちょっとね、ふって力入れればビリビリってきそうなんですけどね。そうするとまたちょっとね、いろいろね、リムリムからのね、あの、まあアドバイスがね、あるかなと思いまして、やめてみました。なるほどね。もう私気が済んだからいいよ、今日もう。あ、もう大丈夫ですか。もう大丈夫、ありがとうございます。なるほど。もうちょっとこれだけ言いたかったもんですから。いや、でもそんなタイミングがあって、ちょうど今日ね、はい、こういう場をいただいたということなので、はい、せっかくなので、はい、マキさんをライブカウンセリングしたいと思います。うわ、怖えいや、楽しみですね。そうですか。はい、ドキドキですけど、この日をどんだけ待ちわびたことがどんだけやりたかったことがまあなかなか合わないですね。そうなんですよ、時間がちょっと合わなかったのでね。そうなんですよ。え、あ、今 Now? Now? やっちゃう。またにしましょう。じゃあ第2弾で、その時は公開しますので。あ、怖い。公開体重、ちょっとさらけ出せないって、私の体重。いや、でもですよ、さらけ出したらもうやるしかないですよ。ああ、そうか、わかります。リアルタイム体重計こういうのしてさ、いつも面白い数字書いてくる。それただの罰ゲームじゃないですか、私に対する。でもそれやる気アップしません？まあアップするかもしれないですけどね。うん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 、私ね、うん、何キロかは言わないよ。何キロかは言わないけど、言わないけど、じゃあの、ほぼ青木さんと私の体重って同じなんですよ。ああ、なるほど。60代だそうです。あ、なるほどとりあえず60代だそうですさあ、メモ、マキさん60代やべえ。なるほど、そっか、青木さんじゃご存知なんですね。だって最近測ってないでしょ。でも測ってない。じゃあ60代じゃないかもしれないですね。50代かもしれない。俺はもう最近いや70代ってことはないよ俺最近64キロだね。あ、そんなにない、そんなにない、そんなにはないと思う。じゃあ次測ってみましょうかね。いや、はい、だってね、思ってる以上に結構多かったです
となくそこら辺は察しております、うん、なるほどですね、はい、そうですか、怖いんです、そうですか、乗るのが。うん、そっか、じゃあ最近乗られてないんですか、うん、乗ってないですね。うーん、何で乗らないんですか。現実を見たくないから。そこなんですよ。現実からね、乗られちゃいけないですよ。いや、まずは本気で本当に痩せたいのであれば現状を知らないと、まあ、要は戦い方が分かんないんですよね。戦い方が、ね、そうなんですよ。そうだよね、うん、だって敵が分かんないと戦い方分かんないですよね。例えばポケモンの、じゃあ例を挙げますよ、はいはい、じゃあ、うん、炎系のポケモンと水系のポケモンがいました、はいはい、でその時に、うん、相手がじゃあ私がじゃあ水のポケモンだったとしましょうか、うんうん、じゃあマキさんが炎系のポケモンだったとしましょうか、はい、でこの時に炎の苦手なタイプは水じゃないですか、うんうん、で自分は水をかければ焼いつけることができます、うんうんうん、でも相手が草系だった、マキさんが草系のポケモンだったら自分水あげたら効果は今一つのようだってなるんですよ。あー、確かに、そう、わかります、うんうん、これを例に挙げて今わかりやすかったどうかわからないんですけど、その事実はそうだなと思うけどそれがどう転ぶのかはね、あ、はい、つまり相手を知らないと戦い方が分かんないってことなんですよ、うん、つまり今の現状の数字、うん、どういった状態なのかによってアプローチの仕方が変わってくるよって話なんですよね、うん、そうそうそう、要はここなんですよ。なので私もカウンセリングさせていただくときは必ず体組成計に絶対乗ってもらって現状の数字を全て把握した上でこうやって戦いましょう、やっていきましょうっていうふうにプランニングをするっていうようなイメージなんですよ。なるほどでございます。そう、なのでまず第一歩目は現状を知ること、はい、そうで現状を知ったらクーって感じです。体脂肪ってどうやって測るの。あ、体組成計で測れます。身長と年齢を入れると出るようになってるので。体重計にね。体重、そうです、体重。マキさんもしかしてこれですか。ビューン。違います。違いました。ちゃんとね、あるんですよ、あの体脂肪計付きの体重計が。ほら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 、あるじゃないですか。でも測ってないですよね。身長と、ね、年齢をね、ちゃんと入れてあるのがあるんですよ、うちに。でも乗らない。乗ってみようじゃないですか。乗ってみよう。そう、これが大事。やってみよう今日。これなんです。そう、すぐのこの行動変容が大事。すぐやってみるってことなんですよ。でもまあ明日からでいいかってなると絶対やらないです。あーですね。さあ、まずは戦う相手を知ることです。自分の現状を知ることです。はい、うん、じゃあその次に何します。じゃあ自分の現状分かりました。分かりました。じゃあどう戦おうかって話じゃないですか。はい。うん、どうします。どうする。だから、うん、運動するとか。うんうんうん、食事をちょっと気遣うとか、うん、うんうんうん、そうですよね。まあ、そんなところかな。毎日やることを決めるのが1個だけです。うんうん、いいことですね。そうですね。毎日やることを1個だけ決める。毎日やることを1個だけ。うんうんうん、私だけどね、歩いてるよ、わりかし。まあ、通勤でだけどね。いつも10分で歩くところを8分で必ず歩くって決めるとかね。なるほどですね、なるほどですね。すごいドヤ顔、見えないけど、今日ね、ちょっとあのコンタクトしてないから何も見えないんだけど、すっごいドヤ顔されてるのはすっごいわかる。それはわかると。雰囲気でどうだ俺みたいな、すごい圧が飛んでくる。でもね、実践されて結果出てるので、うん、何とも言えないですよね。そうですよね、風の音も出ない。間違いない。だからこういう口で攻める。でもそこなんですよね。そうそうそう。じゃあ現状把握しました、はい、じゃあどういうふうにその敵に対して戦っていこうかって話なんですよ、はい、じゃあ戦い方、今食事を変えるとか、うん、少し運動するって言ったと思うんですけど、うんうん、じゃあそれは、実践してみればいいと思うんですよ、思われたことを。そうですね、うん、でここからが大事なんですよ。何でしょう。現状の把握しましたよね、はい、でその後じゃあ例えばまあ、1週間2週間3週間1週間ごともいいです、うん、1週間ごとに体組成計でまた測ってください、はい、うん、測った時に実際に変化がどうなってるかが大事なポイントです、うん、あ、そう、例えば1週間後に、うん、いろんな1週間経った時に、うん、まあ、この間に実行しようと思ったらしっかり頑張りました、うん、で1週間後に目標としてたことが達成できてたのかできなかったのか、例えば体脂肪を減らしたいと思ってたら体脂肪が減っていたのか維持だったのか増えていたのかって話なんですよ。わかります。でもしこの1週間の時点で、うん、体脂肪を減らしたんで減らなかった場合、むしろ増えてた場合、うんうん、もし1週間目で測んなかったら2週間目3週目4週間目もどんどん上がっていくんですよ。わかります。あ、つまりやり方が間違ってるってことです、うん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 、でもこれがしっかりと、まあ、1週間というか2、3日とかもっと細かいスパンで測っていった時に、体脂肪率が下がっていってた、だったらこのやり方合っているだろうっていう判断なんですよ。なるほど。さあ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 、リスクヘッジできるわけですよね、うんうん、そこで。そう、なのでその今の現状を知った上でその後の推移傾向を見るってことが大事だよって話なんですよね、うんうんうん、
そっか、もしその1週間で効果が出てなかったり、うん、むしろ逆効果だった場合はやり方を変えて、うん、その通り、どんどんそれを見ていくっていうことね。これ間違ってた、難しかった、結果も出なかった、じゃあ違う言い方でやってみよう、うん、これでいいと思うんですよ。なるほど、そこまで大丈夫。お、大丈夫。じゃあ何やります？何やろうかな。今日決めましょう、はい、違います、もうここまでです。じゃあ現状把握、体操性今日乗りますね。はい、乗ります、はい、今日本日乗ります。はい、あ、電池買ってこないとな。電池を買ってきてください。わかりました。お、はいはい、お、いいねカメラあっちに、ね、あ、いいと思います。全身のね、うん、ちょっとカメラ揺れるからやめてもらっていいですか、ね、OK、 いや、きついですよ ね、 ね、大変ですよ。やっぱこういう何か運動系を必ず1個やるとかっていう目標がいい、うん、全然いいと思いますよ。それだとなんだろう、うん、何やります、何やろう。これならできるよっていうのは大事なんですよ。あまりハードルが高いと続かないんですよね。そう、例えば通勤で歩かれるって言ったじゃないですか。それこそ青木さん先ほどおっしゃられたように、うん、ちょっとそれ短い時間で歩くにすると、あえて長くして遠回りするとか、あ、なるほど、ね、時間を長くするって方法とか。なるほどね。私静岡に通ってるんですけど、うん、駅から職場までがだいたい 1.2 キロぐらいあるんですよ。それを往復、まあ、今日ちょっとね緊急事態だったのでね、バス乗っちゃいましたけどね。恐れ多いことでございます。まあ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 、まあ、そういうんじゃなくて、それはまあ単なる甘えもあるんだけど、はいはい、じゃあそれをね、うん、私ものすごい歩くんだけど、うん、歩く速度がむちゃむちゃ遅いんですよ、うんうんうん、だからそれをちょっと時間を 1.2 キロぐらいだと大体何分くらいでウォーキングですか、歩くのがベストですかね。歩くで考えますと 1.2 キロですと時速やっぱ3ぐらい欲しいですね。3から4で欲しいです。早歩きですと、5、6ぐらい、あ、うん、5、6でいけますね。早く 5キロ、6キロぐらい、なので5キロ出せるとしたら2分、2分、3分、10分、10分いくかなぐらいだと思いますけどね。いつもね、うん、測ると、はい、測ってるんですか。測るっていうか、まあ、ほら電車着いた時間と会社着く時間を逆算すると、はいはいはい、だいたいね15分弱ぐらい。なるほどなるほどなるほど、15分です。ちょっと遅いですね、やっぱり。遅いですね。そう、みんなに抜かされちゃうもん。うん、遅い。目標を12分でいきましょうか。12分目標。OK です。うん、目標今、うん、今今後目標ね、いいじゃないですか。ちょっと早くなる。うん、そうなんです。少し早めに歩くとなると、うん、今普段使ってない筋肉とか今使っている筋肉をより使うようになるので消費量が増えるんですよね、そもそも、うん、そうなので早歩きって、ね、実は結構いいですよ、うん、こういう感じ。そう特に本当に肘こうやって歩いてる人多いと思うんですけど、うん、あれってちょっと、まあ、パッと見ちょっとおばちゃん歩きのような感じでなんかちょっとって思うじゃないですか、なんとなく、ね、でもあれ理にかなってる歩き方なんですよね、うん、もうあそこで実践されるのですごい気が散るってちょっとやめてもらっていいですかね、本当に、ね、ちょっとプロデューサーは悪いんですけど仕事してちょっと座ってってもらっていいですかね、本当にね、うん、もういいそうですよね、うん、さあしっかりと腕を引いて、うん、まあ、要は動かすってことですね、大きく動かすと肘が後ろに行くと普段使われにくい背中の筋肉が使われやすいんですよ。そう、背中の筋肉って大きい筋肉なんですけど普段使われにくいので、うん、肘を後ろに下げた時にこの脇の広背筋あたりの筋肉いっぱい使われるんですよ、うん、そうだから普段の普通の、弱い、肘があんまり動いてないウォーキングよりもはるかに消費量は多くなります。確かに。なのでちょっと意識的に肘をちょっと後ろに、特に後ろに引く意識です、うん、後ろに引く意識をしながら歩くそうあんな感じ。本当に見てもらいたいカメラの向こうでちょっといいですよ、ね、うん、でいいね、肘私でもね、あの通勤の時に、うん、まあ、はいはいはい、今日もそうなんだけど、うんうん、トートバッグをこうね、肩肘にこう、うん、肩にこうかけて、はい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 、歩くんだけどやっぱそうするとちょっと邪魔になるから、うん、邪魔なんでリュックにしましょう。やっぱリュックの方がいいですね。リュックの方が圧倒的にいいですよ。青木さんリュック買ってください。あ、私も買ってます。買って、はい、じゃあリュックでね。であとは靴はどうですか。あ、靴はね今日もそうだけどヒールですね、うん、そこもねむくむんだりとか血流悪化の原因の一つですね。あ、なので例えばですけど、うん、通勤中は運動靴とかにして、うんうん、しっかりと、地面に足がついている状態、うんうん、ショック吸収のものにしていただいて、うん、車内に着いたらヒールに変えるとか、ヒールに変える、うん、そうですね、そうとかね、会社に着いたら変えて、ね、っていうのができると、それちょっとすぐやろうかな、うんうん、すぐできることですよね、うん、あ、いいじゃないですか。わかりました。うん、すごくいい。うん、じゃあ今で一旦まとめますと、はい、
一つ通勤の時間ですかね、うん、約 1.2 キロあるんですけど、今約15分かかってるのを、はい、目標12分で会社まで到達、はい、うん、で歩き方はしっかりと肘を後ろに下げて大きく後ろね、前じゃなくて後ろね、後ろがポイントね。こんなに大事見たことです。1、これはさすがに怪しいな、これは怪しい、さすがに通報されるかもしれない。これ怖いわ。そう、ポイントは背中の筋肉、つまり肘を後ろ下げることがね、そう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 、それが大事、それが大事、そうそうそう。で、トートバッグからリュックに変えてシューズにしましょう。了解です。はい、もうこれだけでも全然いいと思います、はい、とりあえずじゃあそれを1週間やって、うん、はいはいはい、推移を見ると、うん、いいと思いますよ。了解です、はい。であとはやはり大事なのは今運動じゃないですか、はい、まあ、あとやっぱ食事ですよね。そうですね、うん、いくらやっぱりあの運動で消費カロリーをね、増やしたとしてもやっぱ摂取カロリーが多すぎるとどうしてもやっぱ増えやすいので、うん、やり方がいくら良くてもですよ、はい、そうなのでやっぱり体はやっぱ食べてるもんできてるので、やっぱ食事をね、はい、ある程度変える必要があるなと思うんですけど、そうですね、はい、ということで牧さん夜週何回ぐらい飲んでますでしょうか。飲んでるっていうと毎日です、はい、それは毎日なる晩酌毎日晩酌はほぼ毎日です、ね、好きなんです。何飲むんですか。ビールです。あ、いいね。何本ぐらい飲むんですか。いや、とりあえず家だと缶ビール1本で351本で。なるほどなるほど、なるほど。家だとただ外に出てしまうと、はい、まあ、先週ご一緒した方はお分かりかと思いますけれどもまあ大体生を、うん、まあ、少なくても3、4杯くらいは行ってしまいますね。なるほどなるほど。ダメですね。生以外飲まないんですか。ほとんど飲まないですね、うん、ビール以外は。ビールばっかなんですね。そうなんですよ。ビール好きなんですね。いいですね、いいですね。なんかね、違うの、全然ちょっと話脱線するけど、うん、ビールってほら、あの酔う前にお腹いっぱいになるじゃないですか、うんうんうん、私ね、それがね、太り出してから、うん、そういう感覚がね、なくなっちゃったの。ほう。だからビールを飲んでお腹がいっぱいにならなくなっちゃったの。へえ、つまり食べ物も食べちゃうってことですか。食べたり食べなかったり、そこはね、その時によって全然違うんですけど、そう、ビールでお腹いっぱいになるっていうか、こう、なんていう、炭酸がほらお腹に溜まるっていう、そういう感覚が ない、全くない。あ、そうそう、うん、だからずっと飲み続け、ああ、そうだ、飲みすぎちゃうってことなんですね。そういうことなんです。ああ、なるほどなるほどなるほどね。まあ、でも家で1本ぐらいは問題ないですけど、うん、で飲みに行くのも週 2,3 とかですか。そうですね、だいたい週 2,3 ぐらいですね。なるほどなるほど、はい、割と行きますね。割と行きます、ね、羨ましい限りで。いやいやいや、週 4,3 回ですね。まあ、でもですよ、極論ですけど、はい、もちろんアルコール自体は、はい、あの、まあ、ダイエットにおいていいことは正直あんまないですね、うん、あんまないですけど、別に飲んでるからといって痩せないわけじゃないので。おっ、もちろん。そうなんですか。全然そんなことないですよ。はい。私のお客さんも、もちろん毎日飲む方とかね、お付き合いしなきゃいけない方いっぱいいるので、全然お痩せになられるのでね。うん。ただ大事なのは、飲み方、そして飲んでる時の食べ物、そしてその前の事前準備ですね。ここの3つのポイントだと思います。ああ。うん。例えばですよ、飲みに行く前ですよ。ここがもう、始まってるんですよ、戦いは。そうなんですよ。もう飲みに行く前はただルンルンだよね、ウキウキしてるだけだよね。でよくあるのが、あ、お腹減ったな、でも今日夜飲み会だから食べないんで、こう、あ、それよくある。これなんですよ。これダメ。これがもう始まりなんです。最悪です、これ。だからよく言うのが、すきっ腹にビール効かせて、もうやばいです、じわじわ絞りになってきます。あれやべえ、あれ一番まずいやつです。実は一番まずいですね。今のとこ全て当てはまっていいですか。これなんです。え、リムリム見てたでしょみたいなぐらいなセリフが。まあまあ、でもよくあるあるのことだと思うんですよ。でもそうなんですよね。さあさあさあ、すきっぱらにビールとか、うん、まあ、要は糖質が高いものとかを入れると、うん、まあ、一気に血糖値がグーンと上がっちゃうんですよ。で、上がった時に一気にまた降下するんですよ。ブーンって一気に下がるんですよね。上がって下がる。そうそうそう、血糖値は一気に上がったものが、お、血糖値上がったらやばいって言って膵臓からインシュリンを出して、うん、要は血糖値を下げてくれるんですよ。でもこの下がった時のこの幅が広ければ広いほど、うん、まず膵臓に負担がかかりますね。インシュリンいっぱい出さなきゃいけないんで。さあ、でこれでそれを続けていって、膵臓が機能しなくなったのが糖尿病ですよね。あれ、さあ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 、でこの乱硬化した時に
より、血管もそうですし筋肉もそうですし、うん、負担もかかる&脂肪が一気に蓄えられやすくなるっていうことなんです。この時にそうだから逆に言うとこのグルコーススパイクって言うんですけど、この乱効果をさせずに血糖値を常に緩やかにしていれば太ることはほとんどないとも言えます。つまりこの血糖値をコントロールすることが大事で、特に夜、なぜなら夜は体の生命維持のためにそういうホルモンが、うん、脂肪を蓄えようとするホルモンがあるんですけど、うん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 、それがすごく出やすいんですよ。へえ。なので翌日のためにエネルギーを蓄えてってなるじゃないですか、体って普通、まあ、生命的に考えると、うんうんうん、そうでも夜ってその後活動量が少ないから本来は一番エネルギー少なくていいんですよ。でも逆で朝昼時間なくて食べれない、だから夜にゆっくり食べよう、そうするとガーンとかってガーンとかってドーンと太ると、そういうことなんですよ。私じゃん。まだこれなんですよ。これが分かっててる、ないしは知らなくても朝昼しっかり食べてる、夜ご飯も早く食べてる人は自然と痩せ習慣ができてる、こういうことなんですね。だからピカさん、ほらそういうことなんですよ。ってことなんですよね。でもよくあるあるなことだと思うんですよ。でもこれ知ってるか知ってないか、そしてコントロールするかどうかによってだんだん1年後2年後の体は変わっていくと思うんです。かわいいってことなんですよね。そう、やべ、早いですね、時間が。あ、なんか、コメントが入ってます。うん、あ、ごめんなさい、はい。あ、ずんどこベロンチョさん。あ、出た。ずんどこベロンチョさん、ありがとうございます。嬉しいです。ギョエー！ギョンだけです。ありがとうございます。また遊びに来てください。嬉しい。初コメントありがとうございます、ずんどこベロンチョさん。私。ギョエー。素敵。そうなんですよ。じゃあ、今の話まとめますと、はい、まあ、今、食事のところだけ言いますと、はい、まあ、しっかりと、まあ、夜飲みに行く。っていう時は特にですけど、うんうん、お昼ご飯食べた後にしっかりと間食もとってほしいんですよ。おお、間食も。あえて間食ってお菓子とか甘いものじゃないですよ。いや、皆さん間食イコールお菓子とかってイメージしますけど、はい、そうですね、まあでも最悪取った方がでもまだいいです。つきっぱで。そう、それよりも別にケーキとか食べても極端な話は OK です。でも一番いいのは食物繊維が多くて、つまり血糖値上がりにくくしてくれるもの、うん、海藻系、キノコ系とか、ないしはさつまいももいいですよ、すごくいい。あとは便利なのはやっぱ夏系ですよね。ビタミン、ミネラル多い、保存が効く、持ち歩くみたいな便利、うんうん、でかつ食べた後、まあ、カロリーもしっかり取れるので、うんうん、夜食べ過ぎ防止もできますし、私アーモンド好きなんですけど全然 OK です。素焼きのアーモンドとか最高なんです。いつも自分も持ち歩いてます。私も持ち歩こうじゃん。そう、それでいいんですよ、うん、アーモンドね、はい、アーモンド持ち歩く。すっごい食べるの、私、アーモンド大好き。いや、食べ過ぎたらダメですからね。カロリーが取って、それも夜も食べちゃうんで。ほどほどに、1回の目安、だいたい10粒ぐらいでいいです。どんだけ食べてたんですか？何粒ぐらい食べてたんですか？もっと食べるね。20、数えたことないけど。20か、まあ夜食べ過ぎない観点ならそれでもいいかもしれないですね。例えば、うん、夜飲み会の直前30分前20分前とかに20粒食べるのは別にいいです、うんうん、で水分をしっかりとっておく。水分を取ると食物繊維やアーモンド一気にお腹で膨らむんで、うんうん、そう血糖値上昇も抑えてくれますし、少しお腹が満たされやすくなるから食べ過ぎ防止にもなる。だからその後多分ビール飲むと膨れた感じが出やすいと思うんですよね。うん、これだけでも全然いいと思います。了解です。はい、まとめますと、はい、はい、じゃあ、本日まずは現状把握、体組成計に乗って数字を見てください、はい、でその後、まあ、できれば毎日でもいいですけど1週間ぐらいでもいいので、はい、また推移を見ていって必ず確認してください、うん、で必ず同じ時間に測ってください、はい、おすすめは朝一です。朝一、はい、に測って記録していってください、はい、で運動につきましては通勤約 1.2 キロを12分の目標のスピードで歩いてください。OK、そしてリュックに変えてシューズも変えましょう。了解です、はい、で食事については飲みに行く、ないしは夜別にご飯食べる前にもアーモンドをしっかり摂るようにしてください。目安15から20粒ぐらいで大丈夫です。やった、はい、ということでまたね、これでどのぐらい経ったまた出てきていただくのが楽しみですね。いつですか。だから今日から始めるから1ヶ月後ぐらいでいいですか？じゃあそれぐらいで頑張ります。 OK、 じゃあマキさんの1ヶ月後楽しみにしててください。期待しましょう。これも宣言しましたからね、もう痩せるしかないですからね、逃げられないですよ。
ね、ずんどこメロンチョさん見てますよね。ここに来なくなったってことはもうそういうことだとあの1ヶ月後皆さん把握しといていただければ。あ、ハックルさんやばいねだって。あ、また抽象的な、自分もそう思ったんですね。あ、私がじゃなくてね、はいはい、相手の感触にびっくり、ずんどこベロンジョさんありがとうございます。はい、ではすいません、ちょっとお時間超過してしまいましたが、終わりたいと思います。はい、はい、では続いてこの後17時30分から木村美香のラジオみたいな TV チャンネルはこのままでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。やばいよ。